はい、どうもカッパ園長です。じゃあこの動画では久しぶりの、靴沢先生の、靴沢先生発信の NHK ネタですかね。 NHK 不祥事、早いとここの日本犯罪者協会潰さないとダメですよね。でまあその NHK がね、これなんかね、ちょっと前にもなんか変なことやってたよね。確か NHK のなんか管理人とは言わないな、なんだっけ、会長とかなんか責任者がなんか謝罪する羽目になった。なんだったっけな、それとはまた別の話なんだよね。 NHK、データ紛失、個人データ垂れ流しちゃったってやつかな。住民基本台帳から抽出した調査対象者の詳細情報、なんか原稿用紙とは言わないか、用紙100枚分ね、あ、なんかなくなっちゃってたらしいっす、てへ、みたいな。さすが日本犯罪者協会ですね。やるな。でもなんかあれでしょ、身内の不手際にはこうノークレームなんだよな。で、まあ、靴沢代表が、NHK が家庭と男女の役割に関する国際比較調査対象者1200人分の個人情報を紛失していたと。で、施錠された棚で保管してた紙データがなんかないんだよねって、誰かが盗んで、名簿屋に売ったのではないかっていうこの疑いを目を向けてらっしゃると。あ、靴沢代表がね、 NHK の古文のテレビと新聞はこういうの一切報道しませんと。な、反日クソマスゴミってこんなもんだよね。で、その報道資料っていうのかな、 NHK の内部資料ですかね。 NHK 放送文化研究所における世論調査対象者資料の紛失について NHK 広報が言い訳垂れてますかね。NHK 放送文化研究所、これ港区にあるやつらしいんですけど、では定期的に世論調査を行っていますが、昨年11月実施した、ISSP 家庭と男女の役割に関する国際比較調査の調査対象者1200人分の個人情報が記載された資料を紛失していたことが分かりましたと。なんで他人事なんだよな。盗まれた体でよ。ねえ、被害者連れでこの垂れ流してやがるけど違うだろ、どうせお前ら。で、紛失したのは住民基本台帳法に基づいて、自治体の住民基本台帳から閲覧抽出し、今年1月委託先ね、この委託先委託先ね、いやもうなんか本当に個人情報をまるっと、ね、どっかやったって書かれてますね。氏名、住所、生まれた年、住所、氏名、生年月日だよな。で、性別が書かれた B4 サイズ用紙資料100枚だと。1枚に同じ自治体の12人分の情報が記されていましたと。だからまあ1200人分だと。回答された内容は含まれていません。完全にリストじゃねえかよ。こいつ。でも確信犯だよね、これ。いや、完全になんかそういうリスト欲しいんだけど、あ、いいっすよって。いくらで買いますって。いや、買いますっていうやりとりもあったかどうかちょっとわかりませんけどね。で、これらの資料は研究所内の施錠された棚で保管されていましたが、原則半年間の保管期限だった5月末日の前に、5月30日に確認したところ紛失していることに気がつきましたと。バカじゃねえの。以降、まあ、内部を繰り返し探したんだけども、この研究所内ですかね、居室内。現時点では見つかってませんと。もうどこ行ったかわかんないって。マジで、もう後頭部に飛び膝蹴り入れてやりてえな。で、本日、総務省などに報告するともに、対象の1200人の方に、お詫びと敬意を説明する書面を順次発送していますと。な、紙切れなんかいらねえよな。なお、紛失した資料が流出、また悪用された事実は現時点では確認されていませんと。あったって握りつぶすんだろ、どうせ。なんかそういう、この個人情報を扱うさ、なんかそう社内のこの教育、なんか年に2回やらなきゃいけないルールあったんでしょう、確か。僕昔会社勤めの時は やらされましたよ。受けさせられました、なんかそういう、授業中じゃねえ。なんだっけ。あ、仕事、そう、あの、勤務時間内に、ねえ、1時間ぐらいだったと思うんだけどな。なんかこの部署ごとに順番に、
うん、あだからあのその営業所っていうかさ、事業所自体この稼働させ続けなきゃいけないから、なんか順番になんか、うん、受けさせられましたよ、そのコンプライアンス的ななんか社内教育、社内勉強会みたいなの、うん、なんそういうのもやってなさそうだよ な日本犯罪者協会は逆になんかね、うん、昭和ヤクザもびっくりの、ね、取り立てのプロみたいなさ、ね、そんなやつ呼んでさ、ね、どうすればみたいな、そういう講習会勉強会は開いてそうだけどな、うん、いやまあやっぱりさすが日本犯罪者協会ですよね、うん、名簿屋経由でマーケティング会社に渡って、なんかやたらととあれかな、ドンピシャなこの商品サービスのこの DM とか電話が来るようになったりとかっていう流れがもうありそうだよな。だからまあ要はこのね、NHK に限らず、ね、日本犯罪者協会に限らず、日本の反日クソマスゴミ界隈のね、世論調査なんかには協力したらダメってことですよね。うん、そういう理解でいいんじゃないですか。うん、いやこれ結構大問題でしょ。なんかんこの件って結構話題になんかなってたりすんの？この僕もだってこの靴沢先生がこういう感じでツイートしてくれなかったら知らなかったっすね。うん。ていうかそもそも紛失じゃねえだろ、どうせ。ね、右から左に流してるだけだろ。うん。それはどうだっけ？ベネッセかどっかが、ね、民間のこのね、そういうこの個人情報扱う企業がなんかこういう個人情報の漏洩やったらさ、ね、お客さんにね、ご迷惑おかけしましたって、なんだろう、クオカードじゃないけど、ベネッセさんは確かに1人2000円ごめんなさいっつってやってたような気がしたんだけどね。いや、これ、横流ししたっていうか、まあ、売ったんでしょ。ね。うん。管理体制を強化し、二度とこのような、ね、それはみんなそう言うよね。不祥事起きるたびに、ね、毎度毎度聞かされるいつもの、本当ね、定型文だよね、ただのね。うん。もうちょっと前のこのね、この政府の移管法と同じで、何にもこの真剣味も反省も何も感じられない。ただ表向き、ね、もう腹の中じゃなんか不適されてそうだよね。ちっせえな。なんで俺の時にこんなもん。ふざけんなよ。みんなやってたじゃねえかよ。前のやつも前のやつもって。ぶたれてそうだよね、普通にね。うん。いや、腹の中じゃそれはそんな風にしか考えてねえだろ。うん。ね、バレちゃしゃあねえってやつだよね。うん。なんで俺だけ。みんなやってたんだぞって。そんなもんだと思うよ、所詮は。だって、己のミスを隠す。ね。うん。いや、普通じゃ考えられなくないですか。うん。まあだから、マイナンバーがーとかっていうのも結構ですけど、そんなのよりもこっちの方がよっぽど情報漏洩の、ね。うん。流れ的にだって、やり口っていうの。だって NHK だって当然これグルだろ。むしろ NHK の方からどうですかって。結構なんか普通に良質の、ね、ネタだと思うんですけど、いくらで買いますみたいなこと平気でやってそうじゃん、こいつらが。な、日本犯罪者協会です。ね、必ず潰さなきゃダメですよね。はい、今回は以上されてございました。ではまたごきげんよう。